スノーマン・ラウール、パリコレ、ジバンシーに来場自身初のフロントローでの所管賞。人気グループスノーマンのラウールが、18日、現地時間にフランス・パリのエコル・ミリテールで行われたファッションブランド、ジバンシーの2023年周到メンズコレクションに来場した。紹介場にはグローバルアンバサダーに就任したソルや、ラッパーのタイガ、モデルのシャニーナ・シャイクなど、世界中から多数のゲストが来場。 日本からはラウールが地震発となるフロントローでの賞刊賞を満喫。はるかメンズコレクションのニットスウェットやメンズのシグネチャーアクセサリーである G チェーンネックレス、GIV カットサングラス、TKMX スニーカーに身を包み、会場を沸かせた。